お元気ですか、ボクシルイです。今日はですね、直筆サインカード総集編でございます。今回はですね、ファイターズ以外の、直筆サインカードを紹介したいと思います。過去にもね挙げてますが、新しく増えたカードもございますのでね、あらかじめご了承ください。それではね、早速開けていきたいと思います。まずは1冊目でございます。でこちらはね、オリックスバファローズでございます。阪急ブレーブス、近鉄バファローズ、オリックスブルーウェーブも含まれております。で松永博美選手、私がね好きな選手でございます。日本人でね、スイッチヒッターでねホームランをね獲得した選手でございます。ね、オグリビー選手ね、懐かしいですね、これね。で、先ほど言った通り、ね、メジャーに行った山本由伸投手もね、あります。で、ここからね、千葉ロッテマリーンズでございます。ロッテオリオンズもね、含まれております。あ、ちゃんとね、これね、マスコットもちゃんとあるんですよ。で、ここからね、楽天イーグルスでございます。メジャーに行ったね、松井裕樹選手もございます。で、ね、ちょっとね、ここではちょっとね、言えないような選手もね、含まれております。ね、名前は伏せておきますが、ね、それは、ご想像にお任せいたします。で、この浅村選手はね、結構貴重なカードでございます。数枚しかないカードでございます。シルバーでございます。で、前にも言いました通り、なぜかね、則本投手が、なんかすごくね、手に入ってね、3枚持ってると思います。で、ここからね、クオッカソフトバンクホークスでございます。南海ホークスや大英ホークスも含まれております。で、こちらがですね、これ、貝野投手でしょうかね。あ、こちらですね。失礼いたしました。ね。ごめんなさい。貝野投手で合ってました。で、貝野投手ね。人的保障でね、西武ライオンズにね、移籍しました。ね。新天地も頑張ってください。で、こっからですね、埼玉西武ライオンズに変わります。で、西武ライオンズもね、含まれております。はい、1冊目終わりました。次、2冊目いきたいと思います。はい、それでは2冊目いきたいと思います。はい、ね、西武ライオンズの鈴木でございます。正式にはね、埼玉西武ライオンズでございます。ちなみにね、この渡辺選手はね、1枚しかありません。で、最近はですね、助っ人外国人の選手もね、含まれております。あ、太平洋、これ、ライオンズかな？確か。のユニフォームもございます。結構ね、懐かしいね、ユニフォームでございます。ここからね、セリーグになります。まずはね、ヤクルトスワローズでございます。現在は東京ヤクルトスワローズでございます。ヤクルトの方はね、だいたい、OB 選手がね、多いっていう感じでございます。はい、こっちからね、優勝しました。あ、優勝してね、日本一に輝きました、阪神タイガースでございます。阪神はですね、現役選手と OB 選手のね、大体トントンっていう感じでございましょうかね。阪神もね、結構、直筆サインカードはね、多めでございます。で、読売ジャイアンツはですね、実はですね、現役選手はですね、なんか契約上にはね、できないんですよ。ただ、OB 選手はあります。ね、本当はね、現役のね、選手の直筆サインカード欲しいんですけどね、こればかりはね、仕方ありません。で、こっちからね、広島東洋カープでございます。カープはね、前にはね、
OB が多かったんですけどね、最近はね、現役選手の方がね、若干多めになってきます。で、2冊目終わりました。次、ラストの3冊目いきたいと思います。次、ラストの3冊目いきたいと思います。で、広島カープの鈴木でございます。で、こちらね、菊池選手。こちらもね、結構シルバーなカードでございます。これもね、数枚しかないカードでございます。で、さっきのね、楽天の浅村選手も含めてですね、2023年はですね、もう、大当たりがね、2枚出たって感じでございます。で、こちらからね、中日ドラゴンズでございます。中日ドラゴンズはね、OB が多めな感じでございます。で、こちらね、OB の福留選手でございます。で、こちらね、涌井選手でございます。かつね、西武、ロッテ、楽天もね、渡り歩いたね、選手でございます。ちなみに奥さんがですね、モデルさんでございます。で、こちらね、太陽ホエールズ時代の、ね、ユニフォームでもございます。で、横浜ベイスターズ時代もね、含まれております。で、最後はですね、こちら、今年からね、ロッテにね、入団しました、ソト選手でございます。で、たまたま運が良かったメジャーリーグのね、選手でございます。ここからですね、プロ野球カード以外の選手でございます。で、こちら初めてですね。これは石田海人選手でございます。当時はね、これドラゴンゲートにね、所属してた選手でございます。で、ここからね、バスケでございます。で、大相撲力士ですね。これは宝富士関と、島の海関でございます。で、カーリング選手でございまして、唯一の、J リーガーでございます。こちらね、中田勝彦選手ですね。ちなみに、お兄さんが新日本プロレスの中田裕二選手でございます。で、こちらね、オリンピックの、フェンシングですね、ごめんなさいね、の選手でございまして、柔道の選手でございまして、卓球選手と、懐かしい、これ、メキシコ五輪の選手でございます。君原健二選手もね、多分ね、懐かしいなという方もね、いらっしゃると思います。で、こちら元プロレスラーの中西学選手でございまして、元大関、琴奨菊の秀ノ山親方でございます。で、青木真也選手に、これはリーチマイケル選手でございます。はい、です。で、こちらね、藤波辰爾選手、三浦和義選手もね、未だ現役の選手でございます。最後に、このね、ラグビーの選手で終わりたいと思います。こちらはですね、あとね、1枚か2枚ですね、この4冊目いくところでございます。はい、以上でですね、ファイターズ以外の直筆サインカードをお送りしました。次はですね、女性アスリートのね、直筆サインカードを紹介したいと思います。で、2月からね、また新しくね、やりたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。